難しいプレーを強いられてますけどね、うまく切り抜けてますよね。あと裏に抜けてくる天野、菅野が頭でいきました。前半のうちに追いつきたい鹿島、前川が出てくる、これはどうか、オフサイドが上がりましたが、ペイショット中央あたりにいる、そのペイショットがアウトサイドボールの選手が触っている、ゴールには押し込まれませんでした。最後川原ですか。そうですね、足投げ出しましたね。このままでは終わりたくない。ヒアンから富樫に入ったぞ、富樫、ヒアン、ブロックだ。さあマルセロ・ヒアンに、マルセロ・ヒアンが抜けてきた、マルセロ・ヒアン、マルセロ・ヒアンと、またしてもポスト、いやーマルセロ・ヒアンで決定機でしたが、今度はトス決めきれずという。ちょっと中の様子を伺って、ファーサイド谷口エリンゲー、ショーズのカバーです。激しくなっています。パトリッキー裏から一度マーク見失った後ですけど、ね、よく伸ばした。スピードのある重戦車、スルーパス山田コーター、前から止めた、まだ行く、ギリギリのクリアだ。その中でハッセでしょうか。そうですね、足痛めてますね。佐々木がボックスに入ってきた、切り返す、右足のシュート、ブロックしました。松原が待っていました。そして小林、もう一度松原シュート打ちました。よく松原選手カバーしましたね。この後のボールの寄せも松原選手ですよね。上げた、ファーサイドが上がって、おっと書き出したか、最後川面か、下がってきます。杉馬奪うチャンス、決まらない。これよく中谷が戻りました。田中行く、田中自分でクロス、ファーサイドヘッド、シュート、中村穂高のブロックです。スペースを出して穂高行く、ちょっとパスミスになってしまいました谷口。さあここは仲間が運ぶ、右には鈴木馬、左の子長を使った、ファールありません。ナイスタックル、おっと、しねスーパー、そのまま運んでいきます。このところは福田がつきます。ここでクロス、パトリック右足、ナイスブロック、ここはその前で勝った、ただアラウジョ、そういうんです、トナシが狙ってきました、アラウジョ、ナイスブロック、浮き矢、かわしに行く、キーパー手を出した、戻して奥の、奥のナイスブロック、あその前にオフサイドです。この2人がいい距離で、まあ、ボールに絡んでいければチャンスになるはずです。そうですね、これはノーファール、粘って松岡出ていきます。シュートブリッジです、ザエリー。さあ札幌は今中村東也が前に出ていく、スルーパスが出て鈴木武蔵の前ですが、テューレルがよく体入れてノーファールで奪いました。テューレル良かったですね、今スルーパスを伸ばした、ディゴリネーラ、これのままどうかな、小泉よくしのぎました、柏レイソル。佐藤蓮から左へ、ウベル柔らかいボール、アンデルソン・ロペス、その後ろ、いやアンデルソン・ロペス、クロスバーに当たります。運んでいきながら裏を今度は狙っている、そちらを使う、トラップをして、そして浮かす、うわ前でクリアです。大南よく戻った、浮かしましたけどね。一気に立っていきます。林がちょっとなります。はい、さあ木村だ、木村、ここはブラッサの対応です。縦仕掛けてパーサイド、原大地だ、シュート、マルシーニョ縦行った、マルシーニョに対し江永だ、クロスが入ってパーサイドの馬場折り返す、後ろから長谷川、よく山川が当てた。いやーすごいな森田、左を使った、稲見が出た、抜ける、稲見アタックル、今度よく戻りました。さあ中山ボールをもらいましたが、すぐに上条が飛んできました。レオセアラがプレッシャーをかける、前向いた、ホイッスルがありません。カピシャーバよくカバーしました、